ジェームズ・アトキンスによる肖像が1824年。第三代ドニゴール公爵、ジョージ・ハミルトン・チチェスターは、イギリスの政治家、地主、アイルランド貴族。1818 18年から1838年まで、庶民院議員を1848年から1852年まで女王親衛隊隊長を務めたが、私生活では、 父の残した債務に苦しまれ、多くの領地を手放す羽目になった。1799年から1844年まで、ベリファスト伯爵の儀礼称号を使用した。第2代、ドニゴール公爵、ジョージ・オーガスタス・スチチェスターとアンナ・メイの息子として、1797年2月10日に、ロンドンのグレート・カンバーランド・プレイスで生まれた。年から年頃まで、 イートンカレッジで教育を受け、1816年1月20日に、オックスフォード大学、クライストチャーチに入学した。1818 18年に、コルネットとして、景気兵第18連隊に入隊。1819年に、景気兵第7連隊に転じ1821年に、中尉に、昇進。1823年に、竜気兵第1連隊の隊員に昇進したが、 同年に半急になり、1825年に陸軍から引退した。父の影響力により1818 18年イギリス総選挙でキャリク・ファーガス選挙区から出馬して当選した。1820年イギリス総選挙において、最初はアントリム選挙区から出馬しようとしたが、初代オニール伯爵、チャールズ・オニールと第二代ハートフォード公爵、 フランシス・イング・ラムシー・モア・コンウェイによるアントリム選挙区への支配は揺るがず、代わりに父がほとんどの不動産を所有するベルファスト選挙区から出馬して当選した。議会ではリバプール伯爵内閣を支持したが、軍務についていたため議会活動は少なく、主だった活動としてはベルファストからの請願を提出したことと1825年に、 カトリック解放に反対票を投じたことが挙げられる。1826年イギリス総選挙では再びアントリム選挙区で勝てないと判断してベリファスト選挙区での再選を選択した。再選以降も審査法廃止に反対、ダニエル・コンネルが先制せずに議員に就任することに反対するなどカトリックに敵対的な立場を取り、バーミンガム選挙区、リーズ選挙区、 マンチェスター選挙区の設立、ユダヤ人解放にも反対票を投じた。同1830年7月19日に数密顧問官に任命され、24日に区内副長官に任命された。同年の総選挙において、ハートフォード公爵の指名する議員だった、エドモンド・アレグザンダー・マグナーテンが健康を理由に再出馬しないことを表明したため、ハートフォード公爵は、 候補者を出せず、ベルファスト伯爵は、オニール伯爵の指名するジョモオニール閣下と手を組んで、選挙戦に挑んだ。オニール伯爵は、ウェリントン公爵内閣に反対していたが、ベルファスト伯爵は野党に転じないと内閣に、約束して、初代ウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリーの支持を確保した上で選挙戦に、勝利した。クレイ伯爵内閣では、区内副長官の留任を条件に、 内閣支持を約束、区内長官の第6代でボンシャー公爵ウィリアム・キャベンディッシュの講演もあって、ベルファスト伯爵は、区内副長官に留任した。翌1831年、ロイヤル・ゲルフ勲章内とグランドクロスを授与された。第1回選挙法改正では、改正がアントリム選挙区の有権者に支持されたため、ベルファスト伯爵もそれに従って、賛成票を投じ、 1831年、イギリス総選挙で無投票当選した。以降第一回選挙法改正の採決ではすべて、改正指示側で投票し、1832年5月に、首相グレー伯爵が辞任した時にもそれに従って、辞任したが、後に、グレー伯爵が首相に復帰したため、ベルファスト伯爵も官職に復帰している。 1832年イギリス総選挙でアントリム選挙区から再選。1837年イギリス総選挙でベリファスト選挙区に転じて再選したが、選挙申し立ての結果1838年3月に議席を失った。官職の方は1834年12月に区内副長官を辞任したが、1838年4月27日に再任され、 1841年9月まで務めた。1841年4月25日から1883年10月20日までアントリム党官を務めた。同1841年の総選挙でホイッグ党候補としてベリファスト選挙区で敗北したことに対する医者として、1841年8月18日に連合王国貴族であるドニゴール県における、 イニショーエンとアントリム県におけるキャリクファーガスのイニショーエンキャリクファーガス男爵に除された。1844年10月5日に父が死去するとドニゴール公爵位を継承した。1848年から1852年まで女王親衛隊隊長を務め、1857年2月3日に聖パトリック勲章を授与された。1868年に アイルランド国教会の廃止に反対したが、1869年の採決では反対票を投じなかった。1883年10月20日に、ブライトンで死去、イニショーウンキャリクファーガス男爵位は廃絶、ドニゴール公爵位は弟エドワードが継承した。第6代シャフツベリ伯爵クロプリーアシュリー・クーパーの娘と婚約したが、両親の結婚が違法とされたため、 ジョージ・ハミルトンは全員継承権のない諸子という状況になり、婚約が解消された。しかし、1822年の法改正で両親の結婚が有効になった上、訴求適用が決定されたため、ジョージ・ハミルトンは着手の地位を取り戻した。その後も父の借金が重なったため、多くの土地を無期限で貸し出したが、 父が1844年に死去した時点でも40万ポンド以上の債務が残っており、1850年代には、領地の多くを売却する羽目になった。1822年12月8日、ハリエット・アン・バトラーと結婚に何日常を設けた。1862年2月26日、ハリエット・グラハムと再婚した。ありがとうございます。